ごめんね、ピーピー言ったから。です。まだトロボーカル、そして告白、ディルアンティーヌのボーカル、星野颯太でござそうろこんばんは、こんにちは、おはようございます。へい、ありがとう。私、星野颯太、ライブが2日後に控えております。今日は撮影日は28日でございます。あと2日でライブですね。まあ、この動画がアップされてるってことはあと1日ってことですよ。あと1日よ、あと1日だよ。どうしようどうしよう、うわーうわーうわーまあね、やることはやってきましたよ。僕はやることは全力でやってきましたよ。不安は何にもありません。もういつでも、もう今からライブしろ、かぶけって言われても僕はかぶけますよ。それぐらいもうやってやりきってきましたよね。だからあとの2日間はまあ2日っていうかまあ1日半ですよね、はもう休息に当てようかなと。今まで内臓たち頑張ってきたね、内臓たち頑張ってきたね、お喉頑張ってきたね、お前たちを体調を最高の万全にして臨もうという、そんな新居のソータでございますよ。はい。まああとはね、1日前ってことでリラックスして、あとみんなに言いたいのは、ぜひ池袋のアブソリュートブルーというライブハウスに来てください。ココハグのライブ見に来てください。お願いします、お願いします。やっぱり生じゃなきゃね、伝わらないんだよ。生で見て良さっていうの初めてわかるから、しつこいけど何回も言わせてください。もうもしね、星野颯太にほんの少しでも興味があったならライブに来ることが一番ですよ。動画見て、いつも動画見てくれてることにももちろん感謝してますよ、感謝してますけど、その星野颯太が一番輝ける瞬間っていうのがやっぱりライブなんでございますよ。僕が、唯一自信を持って立てるところだし、ステージっていうのはね、それぐらい大事なところだし、僕らしさも出せるところなんでございますよ。はい、そうなんでございますよ。どう、ちょっとさ、顔変わったと思わない？整形、だから整形したとかするんじゃないよ、整形なんかしないよ、じゃなくて、指摘されたんだよね、颯太君は元がいいからナチュラルメイクの方がいいよって。元がいいからって、元がいいって言われちゃった。にょなわけで今日はかなりの薄化粧なんでございます。どうかね、どうかね。唇いいリップ見つけてもらいました。色はついてないんだよ、ちょっとほんのちょこっとしか。いい唇だと思わない、唇じゃねえ、いい唇だと思わない。この、男子からはキモいキモいっていうのがまた来るのかな。今日もありましたよ、おっさんがね、僕がトイレから出るときに、あ、男子トイレだよねみたいなおっさんのリアクションありましたよ。はい、まあしょうがないっす。とりあえず、1日前で何が言いたかった、この動画で何が言いたかったかっていうと、1日前だから僕はリラックマの腕玉タイムに入りまする。そして皆様に言いたいのは、星野颯太に少しでも興味があるんだったら、まずはライブに足を運んでその颯太を、その颯太を見てくださいってことでございますね。はい、じゃあ一緒にこれをやってください。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは僕の伝えたいことや日々の出来事、お悩み相談などしています。なのでぜひチャンネル登録お願いします。また Twitter、Google プラス、Facebook などでシェアお願いします。颯太への質問や、ご相談はこちらからメッセージください。それでは次回の動画も楽しみにしてください。またねー。